はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ハッフィーと申します。今日も、陶器店極み続きをやっていきたいと思います。と前回はキッカさんが倒れて結界がなくなっちゃったんですよね。でそれを救うためにナギさんとキツネソウを拾いに行ったのか。それで戻っては来てくれたんですけど、最後に残った火の曲がとりがこうみんなで倒して終わりだったですかね。確かそのあたりだったですよね。本当ただでさえ覚えが悪いのに間でドラゴンズクラウンを挟むとどちらもっていう感じになるんですよね。申し訳ない。見ていけばちゃんと思い出しますんで。で前回で一応一通り全ての武器を触るのはさありましたかね。なのであとはもう申し訳ないんですが気分で好きなように武器を触らせてもらいたいかなと思います。なんだかんだでこう最初の頃はですね陣太刀ばっかり使ってたんですけど3周目ぐらいからはそうですね結構適当にいろいろ触ってたんですが、何一番得意って言われるといろいろ触るとよくわからなくなりましたね。でひとまず絶対言えるのは鎖鎌が一番苦手なのは私間違いないなと思ってます。あれうまく使えないんですよね本当。結構 YouTube なんかでも動画見てるとすごいこう上手な方が多くて見てるとすごく楽しいんですけど、前回みたいにこう喋りながらじゃないと難しいですね。ほいほいはいはいはいみたいな感じでリズムがうまく取れないんですよね。こんにちは。ちゃんと使えたらめちゃくちゃ楽しいと思うんですけどね。で今回はあれですねまたこの辺りをクリアしていくような感じになるっぽかったですよね。ちょっと間が一回空くような感じでしたもんね。まずはちょっと終わった依頼をすいません。でこれマフ少しやってますね。今から行くのでいいでしょう。まずはキッカさんの依頼ですね。この辺りも進んできましたね。武器宝石はいどうぞ。ブグダンス、これ収納箱収納ダンスなのか、ブグダンス、ここはどちらもクリアしていかないと続きが確か出なかったと思うのでやった方がいいと思いますね。これも違ったらごめんなさい、すいません。ウィキとかも見てないです。また必要になったら見ようかなと思うんですけど、陶器店はあと何て言うんですかね、あとで今はもうあんまり気にせずに私組んでますけど、スキルシミュレーターがあってその辺りを見た方がやっぱり楽しいと思いますね。今はそのはめ込める梱包がそんなに空いてないのであんまり深く考えずにやってますけどね。自分なりのこう3つの組み合わせとかをあとその場面に全部最初は手に入るわけじゃないですから、今持ってる中でこうしたらいいんじゃないかなとか組み合わせるのってやっぱ楽しいですからね。そのあたりもこのゲームの面白いところだと思いますね。よし、じゃあ受けていきましょう。まずは、これいきましょうね、白天狗。誰と行こうかな。福岡さん。そうですね、女性陣と行きましょうかね。別動隊の話が出たんですね。で、ここからは別動隊っていうのが出せます。はい。で、今進めてる章より1個前までできますね。なので2章までの任務に就かせることができます。なので2章行ってもらうとすると、で2章で自分がクリアしたものですね、クリアしてないものはダメですね。なのでクリアしたものでその任務を受け持ってもらうことができます。どうしようかな。結構雑魚素材とか集めてもらえるの助かるんですけどね。ワイラ行ってもらおうかな。で、あんまり細かい話を僕がわーわー言うのもおかしいんですが、
まあ、一応見かけた分だけですね。運気なんだっけ、運気は変わったものを見つける、なんかの特殊なやつだったかな。で、勇猛っていうのが破壊報酬ですね。で、好機っていうのは、まあ、お金になる素材だったかな。で、青色より赤色の方が優れてるって感じですね。この3人が残るのなら、ちょっと待ってくださいね、ついでに。この体も一回、ご破産にして、どうだっけ、あやとり、なぎ、はつこにしようか。これで多分、別になるんじゃないかな。はい。はい。で、2章で、これで、そうですね、この、連携っていうやつが、いわゆるこう通常報酬ですね、任務達成報酬に当たると思います。だからまあ大岡さんなんかはどちらもそこそこっていう感じで、で破壊部分が欲しければ富岳さんに行ってもらうとかですね、こんな感じで分けていくと、あのまあものすごい量が手に入ったりはしないんですけど、となるとあれだな、じゃあ雑魚よりは他の方がいいのかな。まあいっか、アイラのなんだっけ、あのなんとか、火の口って書く、加工だっけ、あれ、ワイラーじゃなかったかな。まあ、行ってもらいましょう。よし、こんな感じで出てもらうことができます。で、そうか。カラスさんですから、カラスさんはですね、鉄砲できますよ。鉄砲。これも強化してもいいかな。まあ、いいか。これは、お店で売ってたやつを強化してますね。持って行って強化しました。ノブニャが、ダンダツキ。いっか、これで行こうかな。よし。じゃあ、このまま行きます。まあ、これは雑魚の総統戦なので、あんまり、シャチョコバっていくようなほどのものではないですね。まあ、どんどん進めていきましょう。出発進行。とりあえず円にして、どっちから行こうかな。どっちから行くか。あ、そういうこと。そうか、全域行けるわけじゃないんだ。よいしょ。おい、どれ、えい、止まれ、 OK、 今1体倒しましたかね。で、どのなんていうんですか、鬼もそうなんですけど、特に小型の鬼ですね。どうした？あ、なんで？なんでがっかりしたの？来ないの？あ、来てるね。オッケーオッケー。ハヤトリががっかりしたんで分かりました。ハヤトリはちゃんと天候に反応するんですよね。天候が出てくるとすごく喜びますし、面白いですよね。この辺細かいなと思いますけど、面白いです。よいしょ。あ、で、色違いの敵がいる場合ですね、ヌエとかですね。ああいった分は、どう言ったらいいかな。しばらく倒してると、色違いが湧くっていう感じですね。で、それも違う場所、でやらないことですね。同じ場所でさいわきを狙うと、何わき目に色が変わるとか、そんな感じですね。よいしょ。まあ、今から、さっき言ったこう、カラス天狗みたいなやつですね。あれが魔風なんですけど、魔風読みっていうのが、金ピカなんですけど、それが、おーっと。ほら。えい。
あ、これが今真っ黒なやつなんですけど、この金ピカがいるんですけど、よいしょ、えい、1、5、8、えい、で紫まで行くとかなり強いですね、やっぱり。まあ、貝はこの雑魚戦もそうなんですけど、まあ、うまく鬼ちぎりが使えるとかなりボス戦でも強いですね。あの先日お見せしたあの なんていうんですか、あの、まあ、強キャラになってしまったやつをこう NPC で連れ歩いてるんですけど、あれはもう破壊用でもう完全に貝特化の編成にしてますね。まあ、なのでもう開幕からこうバンバン鬼ちぎり打って強化する感じですけど、あれ出ねえな。ああ出た出た、あれですね、ほら金ピカになったでしょ。だいたいちょっとあの位置も違うんですよね、あの霊脈の。で素材も今金の羽出ましたねみたいな感じでちょっと違いますね。よし、じゃあまあ無事に終わりました。あ、間に合わないか。よしよし、まあ、こんな感じですね。あの別動隊ですね。で、まあ、これ見てもらうと分かるんですけど、基本報酬が連携、まあ、いわゆる任務達成報酬ですよね。で後期が監禁収、監禁品収部で合ってんのか。でまあこの結果があのまあいわゆるこうカーより上なんだっけ、優があんのか だったかな。まあこんな感じで分かれてますね。だからまあ勇猛は V 破壊がないですから、あの雑魚戦ですからね、あのワイラーしかいないので、これで無になってますね。だから例えば冬山とかに行ってもらうならここがやっぱりつきますね。だからそれぞれにこう出やすい場所があるっていう感じです。希少品はですね、どうだったかな、中武器とかになるんだったかな、あんまり意識してやることないんですけど、あんまりいいもの出なかったな。まあでもさっきのあの読みとかっていうのはやっぱすぐ出ないですからね、あのああいったものをこう NPC に集めてもらうっておくと結構楽ではありますね。ほい、はい、でちょっと出ました、あ小山が出ましたね。ああ一匹だけ足らなかった、残念。そうか、5匹だけどマフ読みになったからダメなんですね。まあまあしょうがないでしょう。じゃあ大丈夫かな。結構依頼達成したんで仲良くなってる気がしますね。ちょっと見ましょうか。おお見てください、変わりましたよ、随分表示があの知り合いとかっていうのじゃなくなりましたからね。お熱い仲間で来てんな。この向こうまで行くと選べるはずですね。お風呂じゃなくて、なんだっけ、みそぎに行くのに、その、一緒に入る人を選ぶことができますね。激烈に暑い中だったかな。キッカさんがでもこんな進んでたのか、ちょっと自分でもびっくりですね。あ、依頼の関係でしょうね。ただまあ、細かくこう、話していくと、また、毎回話しておくと、少しずつは上がるんだったと思う。いらっしゃ、ここはまあいいかな。毎度い、あ話がありましたね、聞いてみましょう。これは喋らないタイプかな。じゃあ読みましょう。ファッフィー様、探しておりました。
先ほど物見から報告があり、新手の鬼を発見したとのこと。相手は大型だ。御霊を手に入れるには好都合だろう。そうですね、今からの作戦としてはハッフィーが鬼を倒して御霊を手に入れて、で御霊をキッカさんと交信してもらって、その記憶から鬼の、指揮官の位置をこう探っていくっていう感じだったんですね。ぶっ飛ばしに行くとしようぜ。ハッフィー様、私もご一緒してよろしいでしょうか。私が道を誤らずに済んだのはハッフィー様のおかげです。ああ、この間の流れの話ですね。最近は少し手当てなどもできるようになってまいりました。よかったですね。ちょっとそういうお医者の仕事をやると手が震うって言ってましたからね。どうかあなたのお役に立たせてください。じゃあ行きましょう。はい、お供します。お供いたします。はい、うちさあ派手に暴れようぜ。いざ参りましょう。 OK、 じゃあ行きましょうね。いつもありがとうございます。何が出たのかな。このあたりはいいかな。またのご、よし、わんない。武器はまだ、防具はまだですね。よし、あ、これもう声かせてんな。でまんまを上げて、ランですね、行ってもらいましょう。まあさっき言ってたのがランの領域ですね。幕末になりますね。任務いいね。任務で三章の、おお出たね、辻和樹。こいつは結構いやらしいですよ。じゃあね、どうだった、あっ、これやらそうかな。これ結構いろいろ出たと思うんで、どう？土和樹か、土和樹。あー、これあれやってみるのもありかな。じゃあですね、このまま10でいきましょうかね。待ってくださいね。もしあると言えない気がするね。あとは、ジンか。本もありっちゃありだな。本もありだね。悩むね。本にしようか。後ろから攻撃する形で、会心が出た時に闘志で回復するっていう感じですね、気力を。こんな感じのイメージでいこうかなと思います。待ってよ、そういえばあれも闘志なかったっけ。あ、これの方が相性良さそうですね。闘志と飛信強化一戦ありますから、これは飛信を当てた場所に攻撃すると回心出やすいっていうやつなんで、でちょっと間で違う使い方をやってみたいと思います。前回は確か層の玉でやりましたよね。今回は缶でちょっとやってみましょうか。まあ、他にもいろいろあるんですけど、だいたい私の使い方だと2種類ぐらいしかないので、まあせっかくなんでこれちょっと担いでいってみましょう。じゃあ出発します。
ただこれコントローラーがちょっととぼけとるので、なんかちゃんと出ないような気がするな。取り戻しに参りましょう。おう、ちゃんと出るか。やっぱ出づらいな。かなり意識して押さないと敵弾がきっちり出てこないな。まあいいか、まあちょっとやってみましょう。ちょっととりあえずはそう詰めといて、あ、もうすぐ出るんだ。あ、じゃあちょっと缶に変えときましょう。バックとかもそこそこ強いような気もするんですけど、うまく使えてないような気がするんですよね。まあいろいろやってみましょう。うん、こいつはですね結構いやらしい敵です。本当に初回は本当に嫌いでした。めちゃくちゃ死にましたもん。カメさんですね。よし、さっさと片付けるぜ。じゃあまずは回収からしましょう。だった。じゃあで、あの奥ですね。よいしょ。わあ、あの向こうに湧くことがあるけどないな。よし、じゃあ行きますよ。どうしようかな。せっかくなんで必死から使いましょうかね。あ、まずはこの滑っていく、行って戻る攻撃ですね。でこの後が攻撃チャンスだと思います。わかりますかね、まあ、貫通って要するにこう、まあ、本当に貫通弾なんですけど、こうなって、まあ、貫通していくんですけど、威力がいまいちそうでもなくって、あ、危ね。これを、ああ、これを撃つとですね、こんな感じでこう、外した。わかりにくいですかね。まあ、花火みたいに散るんですよね。でそれに巻き込まれると、その範囲にあるこう霊脈全てにこうダメージ与えるような感じなんですよね。こんな感じですよね。今飛び散ったでしょ。こう雑に打ってダメージ与えられるんで結構面白いですね。意外と強いんですよね、これ。あ、外した。でただ、こいつの欠点はあれだけですね。なんですか、霊脈がある場所だけだったかな、ダメージが入るのが。だから、こう見て霊脈がない場所、例えば左足とかないじゃないですか。これはダメージ入りませんね。結構強い敵なんですけど、まあ、近づかなければ意外とそうでもないかなっていう感じですかね。おっと、危ない。外した。OK、 破壊していくとこう足とかを破壊すると今の攻撃なんかは最後に転んじゃうんですよね。今左足が残ってるんで置けないんですけど、危ない。まあ基本的にこう近寄ると結構きつい相手ですね。大丈夫け？ナイス。いいですね。で、あとこの貫通のいいところってあれだと思うんですよね。見てもらったら分かるように武器ゲージ、あ、痛い、これ痛いんですよ。いった、
火力はねあるんですよね、こいつ。あー、くそ、動かされた。ドーンってやった。頭を狙う。これ外しましたね。まあいいや、腕がもげた。危ないよ。結構深い位置に入ってくるので、味方も結構これ落ちますね。まあ、見た目通りで火力結構あるんで。よっ、まあ、慣れてくるとこうなんていうんですか、こうちょうどで撃ち落とすのが結構もういいやろ、楽しくなるんですけどね。こう外しましたね。おう、こんな感じでうまく当てれると。外しましたか。あ、当たった、当たったけどうまく当たってない。よいしょ。まあ、この貫通敵弾はなかなか、まあ、ちょっと難しいっちゃ難しいんですけど、慣れてくると実際そうでもなくって、結構楽しく当てることができますね。まあ、あとあんまり動かないやつとかは特に得意ですよね。あと、なんだっけ、あの霊脈がたくさんあるっていうのが、その部位が多い敵なんかはそうですね。ダメか、ちょっと距離感難しいですね。あー、うまく当たってないな。外した。ちょっと違うのでいってみましょうか。バックでやってみましょうか。あんまりこれ使ったことないんだよな。あのバッなんていうんですかね、爆発するんですけどね、本当に。あ、外れちゃった。まあ、こんな感じですね。よっ、こう当てると、こう、まあ、今のこう範囲が爆発するような感じに変わるんですよね。もう壊したいな。効いてんのかな。あんまり効いてる気がしないんですよね、この。僕ね、となるとやっぱもうあと角だけかな。まあ、あとまたこれ戻るんですけど、よいしょ。はいはい、いて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 、こいつナイス。違う違う、そうか、なんと。まあいいか、うまく当たらない。壊れてましたね。いてえいてえいてえよ。しまった。ありがとう。危ない危ない危ない、危ないよ。温泉温泉、ゴロゴロ、いいよ。これで、また V が復活しますね。あとこれ下から出てくるんですけど、こうなると結構手つけられなくて、これが玉はみ状態ですね。で打って玉を当てると、なんか攻撃を当てるとこんな感じで吹っ飛んでいきます。まあ、なんで銃とかの弓は結構相性いいと思いますね。まだジャンプした後に攻撃当てると必ず点灯してくるんで、
回るのか。ならこれは、あ、外した。うまく当たんないですね。いろいろやり方はあると思うんですけどね。こんな感じですね。これで撃墜して落とすことができるので、まあこれロックができるのがいいところですからね。ほら、いいよ。そして敵弾がちゃんと出ない。危ねえ危ねえ。ナイス、外した。来たよ。受けとけ。しゃあねえな。どうぞかな。窓どっかある。よいしょ。よいしょ。ダメか。おっと、ちょっと深追いするとこれですからね。やっぱ怖いですよ。来るよ。まあ銃とかだと逆にこうジャンプしてくれるの待ちみたいなとこありますね。回るか。これも嫌な攻撃ですね。近接だと近寄れないですよね。まあ、特にこの弾はみ状態になってから近接は本当になかなか攻撃できないんでイライラすると思うんですけど。来るぞ、ドーン。よし、オッケー。そして敵弾ほんと出ないな。ちょっと爆弾を使ってみるか。そうですね、だから貫通敵弾だと何がいいって言ったら、あの これしゃがみ打ちをあんま使わないのが結構楽ですね。スタミナの消費がなのでそこまでじゃないんですよね。いって、強いな強いな。やっぱりダメージがそこまでじゃないのでまだ大丈夫ですけど、これ準備できてないと結構痛いんですよね。ただ難しいか。なんか落ちてきましたね。オッケー。よしよし。お、龍馬さんじゃん。あ、そうか。まあ結構銃ってでも弾でいろいろ変わるのが面白いじゃないですか。抵抗ずらせやがって。おい、こいつまだ。ナギ、後ろだ。天候かわいい。少しでもいい世の中にせんとな。かっこいい。お、今度はそうですね、あのまあ三淵の V 破壊をしてくれてますね。ユーカ、ムと失敗かな。よし、じゃあ行きましょう。お、結構取ってくれてますね。こんな感じでこう何にあのよって手に入ったものなのかが出てるので、これも見やすいですよね。まあ、すごく分かりやすいと思います。よし、じゃあ行きますね。どうかな、まだか。
の像は外れています。手術すればまだ。失敗してでも前へ進め、そう教えてくれたのはあなたです。お願いです、あと少しだけ私に勇気をください。目が覚めたみてえだな。バカ、心配したんだから。よかった、この大バカ者。あんたにはヒヤヒヤさせられるぜ。今隊長に行かれては困る。あの世行き一歩手前ってとこだぜ。あんま無茶すんじゃねえ。ああそうですね、まあ凪さんをかばって自分があの変な石ころを受けたっていう感じだったですよね。ナギさんはどうですかね。あいつがてめえの傷を塞いでくれた。礼を言ってきな。つってもあいつも礼を言いてえだろうが。動いて大丈夫なの？こいつは頑丈にできてる。なんとかなんだろう。そんな適当な。深くらしいですね。しっとりでちょっと回ってみましょうかね。どっかな？違うか。気がつけばまた3万になってますね。この鉄砲のクラスの武器が全部1万円なんですよね。なので他もちょっと欲しかったんですけど買えなかったですね。これはあ、そっか、もうダメなのか。こう以上はできないってことね。 OK。 あ、いたいた、ナギさん。お体の具合は？もう少しお休みください。重傷だったのでございますよ。ナギさん大丈夫やった？あなたに命を救っていただきました。ええの？なんと感謝申し上げればよいか。二度と手術はできないと思っていました。ああそっか、そうですよね。あの時あなたの体からあふれる血を見て、私は恐ろしさで息が止まりそうでした。ただあなたを死なせたくないと強く思ったのです。それからは無我夢中であまりよく覚えていません。あなたを助けられてよかった。ああ、凪さんもよかったです。申し訳ありません。最近涙もろくていけません。あんたは当代一の医者になりなさい。友との約束まだ果たせるでしょうか？ああもうね、まあ、凪次第ってとこもあるんでしょうけどね。まあやりますよね。古い制約に従い進みます。未だ誓いは果たされていないのですから。ありがとう。世のため人のため。うん、私の御霊は、これは分霊。御霊は心から信頼できる者に自らを分かち与えることがあるそうです。あなたでよかった。どうか持っていてください。それは私の心です。はい、まあ、初めてですね、分霊ですね。まああの凪さんの御霊があの私の方にもまあ分かれて入ったというか、まあ御霊って面白いですよね。そんな感じで
なんかこうみんなと仲良くなると、まあそんな感じで分霊が発生して、あの自分の御霊に入ってくるっていうシステムですね。システムって言っちゃうとダメだな。これは、うん、システムじゃないかな。あの話の流れなんですけど、まあそういうのもまた面白いとこですね。まあ、あの、ナギさんが持ってる御霊が大型公安っていう感じですね。よし、じゃあ行きましょうか。坂本龍馬さんですね。まだ息中かえ。せっかく鬼から解放してくれたに、いきなりぶっ倒れる気よ。これ表現難しいですね。心配したぜよ。わしは坂本龍馬、時代に風を吹かす男じゃき。大宮で飯食いよったらいきなり下から鬼が出てきたがよ。あっという間に食われてしもうたわ。本氏、鬼の指揮官を探しゆう。そうじゃろう。そうじゃのう。あ、しまった。すいません、ごめんなさい。幕末中動乱の時代を見届けられんかったがは心残りやけんど、ここはここで楽しそうぜよ。どうやら歴史が変わろうとしゆう。そうじゃの。これはたまるか。誰っちゃ言ったもんのおらん。未踏の地見に行かん手はないろう。歴史のフロンティアに踏み出すぜよ。相変わらずですね、こういうイメージですよね、坂本龍馬って。よし、どうかな。40分か、まあ、ちょっと切りはいいとこだと思うんですけど、ちょっと話見てみましょうかね。御霊をまた一つ取り戻したようだな。死にかけた甲斐はあったか。あったかか。だがあまり無茶はするな。お前はこの作戦の要、失うわけにはいかん。お前はいつも無茶が過ぎる。自他を生かしてこそのもののふと知れ。はい、真面目に聞きます。分かっているならそれでいい。どうだキッカ、御霊から何か感じ取れるか。すみません、この御霊からは何も。あら、残念。鬼の指揮官とは関わりがないのかもしれません。そうか、さすがにそう簡単にはいかんらしい。だが悠長に構えてる暇もない、お前は引き続き鬼の討伐に当たれ。傷が癒えたばかりですまんが、確実に御霊を取り戻せるのはお前だけだ。頼りにしているぞ。どんな感じなのかな。いや、もう全然余裕っすよ。はい、お疲れ様です。うわ、増えてはないのか。またちょっと違う分か。どうしましょうかね。この辺りはそんなに時間かかんないんでやっちゃいましょうか。ちょうど銃も持ってますし、これ銃でいけばそんなに大したことないと思うんですよね。これはどうかな。ウォーカさんがいいかな。ウォーカさん、あの棒なので、あの挑発とか使って、あの敵の目そらしてくれるのがすごい楽なんですよね。まあ最終防衛戦が便利でいいな。これにしよう。あ、ナギさんが連携持ちなんだ。じゃあ、もう一回ガガマの処刑者をナギさんに行ってみましょう。じゃあ、乗りをして、よし行きましょう。これはもうそんな大したことないはずなので、あの 100匹とはいえ、あの回収とかがないんでですね、あのあんまり気にせずできると思います。気を引き締めていこう。こうかな。よし、あ、これでも編成が悪い。しまった。まあいい、どんどん倒しましょう。ナイス。
火力は10倍。痛い痛い。そうなんですね、これちょっとこういうのにはまると良くないので、ほい、あ、外した。頑張れ岡さん、ほい、あ、しまったな。こうなるんですよね。いえ、あ、外れた。よし、もうちょっと余裕の予定だったんですけどね、これ、回で行ってたら、かなり余裕があったんですけど、外した、気力の管理が難しいですね。ちょっと難しいかな、ちょっと悪いやつも出てきたな。いって。ほい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 、よし、あれ嘘、当たんないの、当たった、よっ、ほい、オッケー。これ絶妙にこう氷のやつでいやらしいんですよね、あんまりほっとくとまずいのでやります。回復どうかな、これあと4分、あと20体、もうちょっとだ。あ、倒してる、ナイス、いいよ、岡さんも頑張ってる。ほいほい、あと10体、いけるいける、これは余裕だ。これ、あら、外れた。OK。よ。ナイス。よし、終わり終わり。OK、OK。よくやった。あ、この手の、なんですか、何体の時っていうのは、実際、あれができないんですよ。回収がですね、鬼払いができないので、なので、まあ、円に、指示を円にする意味もないですし、まあ、貝とかでもじゃんじゃん倒していくのが一番早いような感じはしますね。怪獣は本当おすすめですね。雑魚戦は本当無類の強さを誇りますね。すいません、また耳が怪しい。お金すごい少なかったですね。まあまあまあかな、まあいいや。どうかな、あ、話進みましたね。あー、これは ですね、これは次回にしましょう。ここの話を聞くのはですね、ちょっと話の流れがあんまり中途半端で面白くない感じになると思うので、では今日はここまでにしましょう。いい感じですね。50分ぐらいですからね。はい、ちょっと最近1時間超えっぱでしたし、まあ、ちょっといつも長くなっちゃうのもあれなんで、まあ十分長いですけどね。はい、では、今回はなぎさの完全復活までですかね。自分が死にかけるっていう状態だったですけど、まあ、坂本龍馬の御霊を手に入れて、まあ、なかなかちょっと思ったように情報は手に入らなかったですけど、まあ、最初の段階で、まあ、何より凪さんがその過去の、トラウマからこう脱することができたっていうのがやっぱり一番大きいんじゃないですかね。はい、では今日はここまでにしようと思います。ここまで見ていただいた方大変ありがとうございました。また次回もですね、
まあ、こんな感じのゆっくりでチャバチャバいらないことをたくさん喋るんですが、まあ、よし、もしよければですね、お付き合いいただければ嬉しいかなと思います。はい、では、今日のところはこれでおしまいといたします。お疲れ様でした。ではまたお会いしましょう。さようなら。ありがとうございました。終了ですね。はい、バイバイ。